こんな時間にバカじゃねえの。しかも、言うほど可愛くないな。あれはキモータが撮った写真が神が買ってただけだよ。当然競売地宅に、お前これより可愛い女子と付き合ったことあんの？大した可愛くねえんだよ。一部の人間が過大評価してるだけで競馬見るよ。テレビとか写真で見るのと実際では違いがあるってばよ。見れなくてもいい。これはカンナちゃんやな。競馬やめれる機会にもなるし最高や。以前ほどの競馬熱も冷めてまったし迷わず前者を選ぶわ。お前ら映画見に行ってやれよ。千年に一度の爆してるぞ。この程度で競馬をやめるなんてとんでもない。丹下桜か井上菊子姉さんなら。に中国での橋本環奈とガッキーの人気って一般社会のそれより突出して高いよな。なんで。おちんちんビロアン。さよなら競馬。11丹下桜、42歳井上菊子、51歳。体が貧相すぎる。こんなんとセックスしてもすぐ飽きるわ。競馬でも橋本環奈のネタスレが見れると花。お前らはこれで即出しだろ。稲富奈穂ちゃんの方がええわ。100回もやりゃ自分の女にできそうなのでグッバイ競馬。エビちゃんがダービー勢になるまでは。14へ、こんないい乳してんの。23。こらだろ。土日仕事の俺は馬券は買ってもレースは見れない。今の生活に変化なくあれ抱けるなら言うことなしだわ。 W 俺はこの乳がいいな。可愛いとは思うけど全く性欲湧かないのは変かな。あんなブス1億円もらっても中黒中黒中黒1億円ならお願いします。石橋アンナならやめれる。マインちゃんなら考える。カンナ100回じゃなくて芸能人100人ならな。競馬だなマジに。俺、競馬諦めるわ。ところで行っ回ってのは一発ってこと。上ここまで全員どうで。お前何を言うか。競馬を選ぶのは悟りを開いた既婚者よ。劣化スピードを考えると月1のペースが最適かな。競馬は諦めて相場に手を出すよ。競馬やめたい俺には最高の口実。きったねえと引きそうだな。千年は言い過ぎだよな。他に山ほど可愛いタレントがいるし。4いや、悪いけどいないへイコール年齢のキモメン。市ヶ原。42こいつめ、俺をいざなってやがる。横から見たら見えてそうだな。ああ。確かに可愛いと思うがセックスしたいとは全然思わない。ただし、こいつと100回セックスして競馬やめられるなら余裕でセックスを取る。31顔は同系列だが胸はカンナちゃんに負けるがな。 W やりたいけど競馬やめたくないからいいや。41ああ年齢いくつ。44競馬やめたいなら他に趣味作ることやな。開きかっこ芸能閉じかっこ主演映画が千年に一度の大爆。橋本環奈は架空の人気だった。36920回でいいから住所だけ見せてくれ。サミル・ナスリ。俺が20代なら前者取ったと思うが、性欲ピーク過ぎた40代の俺は迷わず、競馬。カンナちゃんが飛べらの可能性もあるからな。競馬で。競馬やめるわ。ありがとう競馬。橋本カンナの20年後。見れないならラジオ聞くしカンナとするわ。